英国イングランドの小学校日本の小学校インドの小学校小学校は初等教育を施し学校系統上を最も基礎的な段階をなす学校であり国際標準教育分類では一般的に S とマイナス1に分類される英語表記には米国式のエレメンタリースクールと英国式のプライマリースクールがあるがいずれも初等学校という意味であり 日本の文部科学省では、米国式のエレメンタリースクールという表記を用いている。どこまでを小学校と区切るかは様々であり、6.3、生もあれば、4.3 2生も存在し、一方で15歳までの小中一貫教育を行う国もある。日本における小学校は義務教育が行われている学校の一種であり、修行年限は6年である。卒業後は、 中学校や中等教育学校などに進学することになる。小学校と同等な家庭に特別支援学校の小学部があり、修学受験審で特別支援学校が適切と判定された場合などにおいてはそれらの学校に就学する。日本の小学校はほとんどが地方公共団体もしくは一部事務組合が設置者の公立学校である。なお、 地方独立行政法人による小学校の設置及び管理は地方独立行政法人法第21条第2項により認められていない。公立小学校においては義務教育制度によって住民基本台帳に基づき満6歳の誕生日以後の最初の4月1日に半ば自動的に入学する形をとることがほとんどである。 未熟児や病弱などの理由で、就学猶予が許可された場合は、1年以上経過した後に就学するが、この場合は、第1学年を履修していなくても、いきなり第2学年に編入学するといった取り扱いも可能となっている。なお、義務教育制度の対象外の就学希望者については、日本国籍のない人は、年齢が合えば特に問題なく入学することが可能であり、 学齢超過者は入学することが困難である。国立、私立小学校においては、入学を希望する家庭が個別に入学許可を受けて、入学することになる。特に公立学校は、年齢主義によって運営されているため、在籍者のほとんどが、満6歳から12歳である。ただし学校教育法上は、 少なくとも15歳までの在学が想定されており、明確な上限は定められてはいない。在学者は年齢に関わらず、児童と呼ばれる。一部の地域では、特に私立や国立の、いわゆる名門小学校に我が子を入学させようとする、小学校受験がある。多くの小学校では、ランドセルを背中に背負って登校する。大半は私服だが、一部の地域では、 私立と同様に制服や標準服の着用を義務付けている自治体もある。学校教育法の135条で、専修学校や各種学校、無人加工など、学校教育法上の小学校以外の教育施設が、小学校を名乗ることは禁じられている。逆に、小学校をつけることは義務ではなく、 慶応義塾幼稚舎などのように、小学校を名乗らない、小学校も存在する。例えば、東京都品川区などでは一部の学校で、従来の6 3 0を廃止した9年生の義務、教育学校を導入しているが、小学校などの名称は使用せず、私立などでよく見られる、学園の名称を使用している。また、私立のエスカレーター式の学校では、小学部や、 初等部等の名称を採用していることが多い。この場合、中学校は中学部や中等部、高等学校は高等学部や高等部という名称を大として使用することが多い。なお、明治初期の頃には、九州地方の一部を中心に、下等学校の名称を使用していた例も見られる。留置校の石踏み、日本初の近代小学校とされている。 状況第27番組小学校の記念日の敷地内にある京都市中京区1872年8月3日の学生発布により始まった日本の近代教育制度において初等教育は当初小学校尋常化という名称の学校で行われ1873年1月15日に設置された管理の東京市販学校付属小学校を皮切りに 1875年には、ほぼ現在並みの約2万4千校の小学校が、全国各地に設置された。ただし、国の正式な学生によらないものも含めると、1869年に、京都の町州の寄付等により設立された、上京第27番組小学校と下京第14番組小学校が、日本初の近代小学校とされている。また、 小学校の名称は、上京2年、長崎県の津島藩において、家臣の指定を教育するために設置された学校が、小学校と名付けられ、名称における発祥であるとされている。初等教育制度自体は寺小屋など発祥が、地域の育成制度によるものなど、自然発生的な側面があり、明治以降の近代教育制度も、当然、 それらを継承して設立されたものが多い。しかし、1874年の段階で、小学校への就学率は、男児46%、女児17%、総計平均で32%に過ぎず、3人に1人しか、小学校に通っていない状況であった。1890年になっても小学校数は2万6000校。 就学率は49%と増えてはいるものの、ほぼ全員が就学していると言えるようになるのは、明治の終わりのことであった。1886年の小学校令で、尋常小学校と高等小学校が設置された。この時の尋常小学校の修行年数は4年間で、あり、その後に高等小学校の4年間の過程があった。 1900年に小学校令が改正され、高等小学校の課程は2年、または4年とされた。その後、何回かの変遷を経て、沢柳正太郎文部次官の下1907年に尋常小学校が6年間、高等小学校が2年間となった。1936年の統計では、尋常小学校を卒業した者のうち、 旧正中等教育学校に進学する者は21%、全く進学しない者は13%、高等小学校に進学する者は66%だった。第二次世界大戦下となる1941年4月からの初等教育は国民学校という名称の学校で行われた。国民学校には6年間の初等科のほかに、 初等化を終了した者が進学できる修行年限2年の高等化の制度が設けられていた。国民学校の初等化は1947年4月1日の学校教育法の施行とともに順次廃止され、戦後の新生学校である現行の小学校に移行した。第二次世界大戦前には夜間小学校があったが、現在はなく、 夜間中学校がその役目を担っている。2007年8月30日に中央教育審議会の小学校部会は小学校の授業時間について国語や算数などの主要教科と体育の時間を全体として30年ぶりに10%増やすことにした。総合的な学習の時間は週1回削減し、高学年で外国語の授業を週1回設ける。 小学校における教育は、学校教育法の第30条第1項により、必要な程度において、義務教育として行われる普通教育の目標を達成するように行われるものとされている。また、道場の第2項では、生涯にわたり学習する基盤が培われる、要、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して、 課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力を育み、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならないとされている。平成19年法律第98号による学校教育法の改正前は、同法の第18条に、小学校における教育の目標が次のように規定されていたが、 改正後は小学校個別で目標を列挙することをやめ、義務教育として行われる普通教育の目標に修正の上で改めて規定された。学校内外の社会生活の経験に基づき、人間相互の関係について正しい理解と共同、自主及び自立の精神を養うこと。強度及び国家の現状と伝統について正しい理解に導き、進んで、 国際協調の精神を養うこと。日常生活に必要な衣、食、住産業等について基礎的な理解と技能を養うこと。日常生活に必要な国語をまさしく理解し、使用する能力を養うこと。日常生活に必要な数量的な関係をまさしく理解し、処理する能力を養うこと。日常生活における自然現象を 科学的に観察し、処理する能力を養うこと。健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図ること。生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸等について基礎的な理解と技能を養うこと。おおむね6歳から12歳頃の時期は、理解力や判断力は、まだ十分ではないが、 6年間に人間が生きる上で大切な読み書き、計算などの能力を反復練習し、習熟しなければならないと考えられている。また、小学校の児童が学ぶ教科や単元には、しつけとしての意味合いがあるものも多い。この事情からも、小学校で使用される教科用図書は原則として、携帯で表記されている。また、本文の書体には、 教科書体を使っているのも特色である。小学校の通学距離については、おおよそ4キロメートル以内を目安と政令で定められている。高度経済成長期の小学校は、児童の人数も多く、一定のエリアに、ほぼ必ず存在する公的施設として、地域家庭との密接な関係をもとにした社会の基本的なインフラとしての役割を果たしていた。その内容として、 校庭や学校施設の積極的な地域への開放などが進められてきた。また、1960年代から1980年代にかけての高度経済成長期から安定成長期の頃には小学校独特の文化があり、下記のような1969年方へのじゃんけんけんちゃんのオープニングの歌詞にその文化を示すものが列挙されている。しかし、 バブル崩壊後では、社会から学校を守る、あるいは社会と学校の間の距離感を適切に、コントロールすることに保護者や、社会の関心が移らなければならない状況にあり、また、蒸気にあるような半ズボン、名札、通学帽、緑のおばさんなどの高度経済成長期の、小学校の文化も次第に衰退した。その背景には、2001年の大阪教育、 大付属池田小事件以降、学校への侵入や登下校に際して児童が犯罪に巻き込まれる例が目立つことや、広い意味でのプライバシーの意識の高まりなどが挙げられる。近年は在日外国人の定住化に伴って、日本の小学校に通う外国人児童も増加している。学習活動中心の小学校、明治時代の初期義務教育制度が始まった頃には、 日本の小学校は学習活動を中心としていた。しかし、学校の機能が増加するにつれ在籍者の生活や安全についても考慮されるようになったと考えられている。アメリカではエレメンタリースクールと呼ばれ、6から10歳までの5年課程であり、義務教育である。小学校教育の始めの1から2年ぐらいまでのことを児童期教育と呼ぶこともある。 毎年約370万人の児童が小学校に入学している。初等教育は幼稚園が義務教育であり、小学校が6年まで設置されている学区では7年間、幼稚園が義務教育ではなく6年生から中学校に進む学区では5年間、飛び級が許されている場合にはさらに短くなる。9年生から高等学校に進む学区では、 中学2年生までを初等教育とする場合もある。このように教育制度は週よって異なる。イギリスでは、プライマリースクールは5から11歳までの6年、家庭であり、義務教育である。ステートスクールとパブリックスクールがある。学期は3学期制で9月から始まり翌年の7月に終わる。イギリスでは1学年に決められた教科書はなく、 キーステージと言われる2.3学年ごとにまとめられたカリキュラムを個人のレベルに合わせて進めていく教育方針をとっている。オランダにおいてはベーシススクールと呼ばれ、4から12歳までの家庭である。ベーシススクールで行われ、グレードは8段階あり、小中一貫教育と見ることができる。義務教育の間は国からの補助があり、公立も私立も無償である。 学期制はなく、8月1日に始まり7月31日に終わる。スペインにおいては6から12歳までの6年課程で義務教育である。コレヒオポブリコ、コレヒオプリバード、コレヒオコンセルタードの3種類に分類される。学期は3学期制で9月初旬から始まり翌年の6月下旬に終了する。フランスにおいては、 エコールプリメールと呼ばれ、6から11歳までの5年課程であり、義務教育である。新学期は9月から始まり翌年の7月に終了する。授業は週に5日で、毎週水曜日は午前中のみの半日授業である。成績優秀者には、飛び級制度、一定レベルに至らない場合は、留年制度もある。教科書は購入する必要はなく、 貸し制しである。市や学校が使用する、教科書を決めるのではなく各クラスの担任に、決定権がある。決まった時間割はなく、担任の先生が1日の予定を決定する。ドイツにおいては、基礎学校と呼ばれており、6から10歳までの4年課程であり、義務教育である。原則として、入校試験などはない。終了後は卒業という形式は行われず、 上部学校の5年生として、編入という形式で学業を継続するということになる。イタリアにおいては、正式名称を、スクーラープリマリア一般的に、スクーラーエレメンタルと呼ばれており、6から11歳までの5年課程で、義務教育である。公立小学校の生徒数は2009年3月20日の、共和国大統領令で1クラス最小15人。 最大26人と定められている。早生まれの子供は、親の判断で翌年に入学を伸ばすことができる。クラス替えと担任の交代はなく5年間同じ、生徒たちと学ぶ。ポーランドにおいては、小中学校が存在し、7から15歳までの8年家庭であり、義務教育である。2017年の教育改革で7歳の児童は、 小学校と中学校を一体化した小中学校に入学する。ランチタイムがなく、休み時間にそれぞれが好きなタイミングで昼食をとることができる。6段階評価の成績で複数の教科で最低評価がついてしまうと留年することがある。ノルウェーにおいては、バーナスコールという7年間の6から13歳の家庭が存在し、義務教育である。 学期は2学期制で8月中旬から新学期が始まり6月中旬に終了する。テストは家庭内で実施され親や家族と結果を共有する。成績通知表はなく、教員による助言が記される。ロシア連邦においては6から10歳の4年家庭で義務教育である。飛び級はなく、入学から4年間通してクラス替えはない。 教育省に定められたカリキュラムを行うことを義務付けられており、学校ごとの独自性はない。台湾においては国民小学が存在する。かつての国民学校から改祖された。学期は二学期制で上学期と下学期に分かれ、上学期は8月1日から1月31日、下学期は2月1日から7月31日という冬になっている。 公立小学校の学費は無料である。科目は、中国語、英語、数学、社会、自然生命科学、保健体育、美術、音楽、コンピュータ、生活科、男性、総合科。中国本土においては、小学と呼ばれる。かつては、初級小学、高級小学、完全小学の3種類に分かれていたが、現在は62歳の6年生であり、 義務教育である。韓国では、初等学校と呼ばれる、6から12歳の6年生の義務教育である。全国5384校の初等学校の、ほとんどが公立である。日本統治時代に、韓国という国は消滅しており、二度と、そのようなことがないように、韓国人としての誇りや韓国文化が教育上で、重視されていると言われている。初等学校では、 すべての教科書が国定教科書である。主に開発途上国などにおいても、学校はあくまで学習活動をする場であり、生活指導や安全指導が行うことは少ないと言われている。事件や事故で学校の責任が問われないとも言われている。日本の小学校を象徴しているような文化も多くは存在しないと言われている。ありがとうございます。